この番組はさらば青春の光オフィシャル YouTube チャンネルをキーステーションにお送りします。いやうん、田淵の家だ。あ、ほんま？やっぱ響かへんと思う。これ第2回田淵の家から撮ってます。うん、はい、これがだから実質、うん、言ったら森東の、うん、社長、はい、森田さんなしの、はい、我々二人だけの一発目。一発目、うん、確かに一回目は社長に出てもらったからな。そうそうそう、そのリスナーの皆さんがびっくりすると思って。で森東で撮らせてもらったやんか、うん、あ、そうや、場所もな。そこがさ、意外とさ、うん、羽打ったりもせえへん感じで。あ、そうそうそう、よかったよね。だからどっちかの家で撮りたいなっつって、うん、入らへん方にしようって言って田淵に、うん、はい、めちゃくちゃ撮りやすくて狭くて汚い、うん、やめろや、やめろよ。相席スタート山添とインディアンス田淵の激立ち道中。なんで今やねん。いやーいやーちゃうねん。だとお前いつもいじってくる感じのやつの方も言えや。田淵んち、うん、綺麗で、綺麗で狭くて、狭くておもんない、おもんなっていうな。だからおもろい家のやつ連れてこい。おらんやろそんなやつ。いやだって田淵の前の家が、うん、広くて汚くておもろかったから。いや、そうやねんな。三拍子揃ってたからな。いやマジで木と土でできてたから、ほんまにそよ風 で揺れてたからな。ほんまやばい、弱いな、弱い。三茶で唯一の木造アパートやったから。三茶の響きめっちゃいるんな。そうやねん、おしゃれな街のイメージあるやん。そうそう、バリボロボロやったから。多分今日何やったん、仕事は。今日京都の祇園花月の出番やったから。でその前の日大阪やったから。そうかそうか、うん。でその前地元の方で仕事呼んでもらって、うん、3泊してたんかな。関西で。そう、久しぶりになんかコロナ一応緊急事態も明けて、うん、地元に呼んでもらえたから、うん、久しぶりに実家帰った。実家帰った、実家帰った、実家で寝た。めっちゃ久しぶりの感じだった。何年ぶりぐらい。どれぐらいやろ、2年ぐらいいたかな。うん、そう、前その前帰ったっていうのは、うん、相席食堂のロケで、うん、ああそれ出てたやんな、コンビのやつ。そうそうそう、うん、バチボコ行かれた相席食堂。相席食堂インディアンスうまいこと言ってないよな。ちょっと特殊やん、言うてもロケ普通じゃないやん。その激立ち道中激沈では、やっぱこれは激沈なんやな、略して言葉選ばずに言った方がええやん。いやそりゃそうで、そうや、激立ち道中だから、うん、言葉選んでてどうすんねんって。めっちゃ2人ってネタ合わせしてめっちゃ漫才頑張ってて、うん、めっちゃお笑い好きやけど相席食堂うまくいってなかった、うん、やめろや。しっかり言うな、ゆっくり。いやいや報われてほしかった。むずいねん、ファンの気持ちで言ってんの。ネタ合わせの時にいろいろ想定してロケの練習はしてないねん別に。漫才のことを相談してるから。あ、してないの。してないねん、あんだけ立ちでやってんのに。やめろや、漫才の練習や。あれ立ちでロケの練習してないね。あんまおらんねんロケの練習するやつ。あ、俺インディアンスは漫才もロケも平場もコーナーの平場もジェスチャーゲームも全部想定してネタ合わせしてんと思う。お前ほんまその辺は選んで喋らんと、これ信じる人おるから。その立ちでロケとか平場の練習するやつおらんから。頭ん中でこんなこと言われたらこう返そうとかみんなやるやん。俺もそうやって。なんで俺立ちで外でロケの練習せなあかんねん、おかしいやろ。だって今日も全部イメージして俺役を一回キムにやらせて今やろ。激痛やないか、ほんまに。おもんない方の激痛やないか、ほんで。いや激痛っておもろい方のいじりじゃないと意味ないねん。おもんない方の激痛。たっちゃん今のスピードやったら山添とぶつかんで。お前さ誰やねん、いつもやるけど。キム全然似てないねん。たぶっちゃーんっていうやつ。ほくろ探して、ほくろ俺も探して。なくなってもう自ら取りに行ってん。ルミネの1回目と2回目の合間に。そんなやつおるな。あの合間で取ったん。サンステやったあの日、うん、ほんでそんな短い時間でほくろって取れんの。今短いやつ早いやつ5分やって。へえ、やばない、5分やで。で1ステ目キムほくろあって、2ステ目ほくろなかったからな。嘘やろと思って、俺2度目したもん。おらえと思って。まあまあのサイズやったやん、キムのって結構こうチャームポイントになるような。ただ、うん、あいつシミ型のほくろやねん、取るの簡単なんて。あ、そうなんだ。ポコって出てるタイプ結構時間かかったりするらしい。はあ、取りやすい取りにくいがあんねん。そう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 、
びっくりしたね。一回目終わったらフワッて劇場からおらんくなって、あいつなんかあんのかなみたいな。なんかあの田淵に一個なんか言うてから行ったん。後で事後報告、後で気づいてんけど、うん、俺らコンビのスケジュールマネージャーから届くやんか、うん、1個目と2個目の出番の合間にキムさんほくろ取りって書いてあったわマネージャーに押さえさせてたやん。押さえさせてた。でちゃんと YouTube 用に動画回しとったから、あそういうことだと思って、そうそう、ね、ちゃんとあの病院の方にも言って、うん、その動画撮る許可も得て、うんうん、やってたやってた。ああいいね。そうやね。いやそういうことかと思って、ほくろ取りって、うん、仕事のスケジュールに入れると思ったら YouTube 撮影入り中入れてたっていう。うん、あいつそこも計算やろな多分な。計算、うん、何の計算これ。これってさ、うん、言ったらそのガードにもなるやん YouTube の企画としてたら。あなるほど。その周りの俺ら性格悪い同期にあ自覚あんねや、ちゃんとキム何用でそのほくろを取ったん俺ら寂しいわみたいなわけのわからんいじりをさされるもんな。そういうことからイメージして、なるほど、そんな言われるんちゃうかって。そうやったら、いやこれちゃん YouTube のギャグやねん誰やねんそいつ。もたまちゃんからも言うてえや。いやお前ねこれ誰やねんそれ。どっちもお前とおったらおもろいわそいつかい ET キングか。いやいやいや同じ骨格やん。お前誰が伊藤金さんやねん。田淵と伊藤金さん。誰が伊藤金さんの骨格やねんマサさんも言われるでしょ。そういえば3人とも骨格一緒やけど。ライスの関町さんが言った。あの骨格は関西じゃないといい日。それいやおるわ関東でも探したら。関東にはいい。そんなに骨格気にして見てるか人の顔。関東にもゴロゴロおるわ。そんなもん。なんやねんそれ。で確かにキムはそうやって先に保険張る性格やから。そうそうそう。ありえるわ。知ってる、ね。あいつこう言われるかもっていうのめっちゃ考えるから。やろう。でも保険張ってんのも俺はわかるから余計にじった感。いまだにあいつめっちゃ根に持ってるらしく。何を。タク、うん、同期の大タクのタクやっぱ2人で、うん、よう飲みに行くようになった。1人目の同期はタクやねん。キムな結構2人で飲みに行ったりしてるやん。今も仲ええやん。仲ええやん。でも初期の頃に飲んだ時に、うん、タクに言われたことを今も根に持ってんねんって。やっぱ心の奥底では憎んでるらしくて。どんだけ仲良くても忘れへんねん。忘れへんねん。やばない。どんどん表面上長くなっていくんやで。何を言われたの。そんな何持ってんの。2人とも酔っ払ってきてて、うん、まあいろんな仕事の話とかしてて、うん、夢の話になったんやて。何が夢、うん、何が何が目標って、うん、俺 CM 出たいってキムが言い出して。おええやん立派な夢、うん、あそうなんだってタクなって、うんうんうん、え何の CM 出たいのってタクが聞いたら、うん、ビダルサスンって言ったらしい。なんかキムが、うん、素でやで本気でやで、うん、俺らは聞いたらボケやん。うん、これちょっと流せへんな。流せへんやん、うん、えってなるやん、うん、でもキムやん、うん、でもその時キムの性格そこまでタクも分かってない。なるほどなるほど。初期やから。なるほどなるほど。東京初期。そう東京初期もう 4,5 年前、うん、にブワー笑ってタクがそっちにベットしたんやん。タクそう。まあそう思うよな。いや普通そうやん。そう思う思う。俺でも、うん、えどっちって思うぐらいから、うん、みんなやったら絶対ボケやと思うやん、うんうん、それでブワー笑って何言ってんだよみたいな、うん、でめちゃくちゃいじられたんやって。お前に来るわけねえだろ。そうまずお前に来へんし、うん、あとはやっぱシャンプーの CM 女性のイメージやと、うんうん、長い髪のサラサラサラってなってるイメージや、うん、それをさキムが真顔でさ、うん、酔っ払ったら熱くなってるぐらいの一番ホンマのことを言う状態であのビダルサスンって言う、うん、言うと思わへん、うん、俺らとからしたらその感覚がタクと同じ感覚なんやけど、うん、キムはもうそれがむちゃくちゃムカついてなんやねんと。なんで人の本気の夢笑うねん。お前もう NG やって言って一時期 NG 出しとったからな大宅に。むちゃくちゃやろそれ。ブチギレで根に持ってんのまだ。今もやって忘れられへんねんって。どっかで俺の夢をバカにしたやつって思いながら笑い二人で飲んでる時もずっと思ってるんだな。お酒を一口飲み。そう笑い。こいつ初期の頃に俺の夢バカにしたからなって飲んでる。怖いわキムは。ちゃおもろいやな。あいつめっちゃ変わってんねんマジで。変わってるわ今年の。じゃあ、うん、いや言ってもさ、うん、もう賞レースマットだから。見ましたか。もちろん最高でしたね。今年の努力はどうなん田淵。今年の努力って言うなよそのさこのなんでそんなことを電波に載せんねん。努力何本できた。努力って言うな俺らのネタのこと。勝負努力。努力の結晶がネタやね。確かに確かにそうやけど、どのコンビもそうやろ。俺らだけじゃないやろそれ。なんでじゃあでかっこい。何やねん急。やめてそれ。備え強い武器持ってないねお前。いつも声でかい時。なんでじゃあ、うん、あんなに
2人がネタ合わせしてるとこを俺がたまたま見つけたら、うん、見つかって嬉しそうな、見つかって嬉しそうじゃないや、ほんまに慌ててんねん、またあることないこと言われるわ、話盛りまくって喋られてまうわと思って逃げようとしてんねん、嫌 やねん、もう写真とか撮ってくんなマジで、俺に広めてみたいな顔してんねん、してないねん、してる、それキムやねん、キム喜んでもとんねん、ちょっとキムはガチで喜んでる、ガチで喜んでんねん、コンビの足並み揃ってないねん、そこで言うと、いやあかんって、田口はほんまにさ、俺が毎回言うたびにさ、うん、ほんまにちょい切れするやん、うん、芸風考えてよだってこんなやつが毎日そんな必死に努力、うん、まあみんなもその信じてないと思うで、信じないと思うけど、うん、そんなことを同期で、うん、しかも仲いいやつが言うとそうなんかなってなるやん、いやそんなことは何回も言うな、やっぱ言われたないやん、言われたないがな、でもキムにさやっぱ言われたないのに、うん、あの田淵が、うん、キムは若干喜んでるって怒ってたぞって俺が、うん、キムに伝えたよ、ああありがとう、そしてキムが、うん、いやだって努力してんねんもんって、アホやんけあいつなんじゃあいつ、いや自負がある、その努力してる自負はいい、彼には会社復活していい理由の自負がある、いや自負あるのはいいいいけど、それを自負があるって言うてもうてるのはあかんねん、自負っていうのは勝手にするもんや、表に出すもんじゃないよ、自信なんか表に出すもんじゃないやろ、その自覚があったり自信があったりっていうのは、そこはひっそりさしといて、表向きはいやそんなん言うな努力とかいじってくんなって言うのがまあ美しいやんか、美学的な話やけどな、これはそれがなんでこうもコンビでちゃうかね、ほんでお前な、オレンジで撮るからってな、お茶2本買ってきてくれたらめっちゃ嬉しいけど、そらな、せめてなんでアールグレイティーとルイボスティーやねん、もうウーロン茶と緑茶とか麦茶と緑茶とかでええねん、何てらってんねんこれ痛いじゃなくてテライやからな、これは激テラやからな、激テラ振動中になってモテるから、激テライはマジでダサいな、激テライやから、この二択さ、ちょっとおもろいで、おもろいけどほんまに別に普段ルイボスティーとかアールグレイ俺が飲んでるの見たことないやん、お前さえ声でか何やねん俺のさ、うん、持ってきた差し入れティーいじりながらさ、うん、お前薄ピンクティー家で来てるやん、何やねん、何なの、とんだティー違いじゃんお前、関係ないやん、寝巻きのピンク、寝巻きのティーシャツがピンクやったらなんか迷惑かける人に、うわなんかそのあれな、何やねん、家では俺薄ピンクとか着るタブちゃん見せんでみたいなことをな、俺にそれをなんかこの配信載せてみたいなさ、全然ちゃう、よう見ろ、ここにカッパのキャラクター書いてあって、うん、上に若松って書いてあるやろ、若松オールレディスの T シャツやん、そうや、これ仕事で行ってもらったやつやねん、シップボートレース、あせやこいつボートレース好きなやつ、シップ、いやだからその、 あのボートレースのキャラクターの服着て可愛いでしょってあんま言わんやろって俺は反論しようと思ってたけど、お前ボートレースめっちゃ好きやん、いや渋くはないねん、まあ黒で下黒で合わせた方がピンクは入るよな、いや下の黒のジャージはもうピンク際立たそうとしてるわけじゃないねん、黒のジャージしか持ってないから黒履いてるだけで、うん、なボートレースの T シャツで分かったらなんかめっちゃ優しなるやん、変やでお前お前めっちゃ変やでそれ、わ盛り上がるわ、盛り上がるかで、お前トーン下がっとんねん、ほんでどういうことやねん、無理問答みたいになってるから、なんか居心地悪いな、居心地悪いんかい、ほんで居心地は悪かったんかい、なんかおもんなくて狭くて居心地悪いな、終わりやん今終わったやん俺の部屋今ちょうど終わったやん、でも綺麗やな、でも綺麗なんかい、もう汚くあるよそんな部屋は居心地悪い綺麗な部屋地獄やって、で家賃高いねんな、やめろって、いやだから住んで2年最低住む契約やから、うん、もうすぐ広いとこ越すから、それはあもう越すの、越すよ、もうせっかく家近なったのに、いやでもこの辺やとは思う、その場所を変えたいつもりじゃないね、家家しか15分か20分ぐらいだもんね、多分まあそうやな、15分ぐらいでマジいけるかもな、うん、うんうんそうね、あそうや山田さんな、この間な、うん、ライブでな、うん、トークテーマを一人ずつ持ってきて、うん、そのトークテーマで
例えばこんな話で自分が喋ってもいいし、そのトークテーマ投げてみんなで喋ってもええから、うん、誰が持ってきたトークテーマが一番盛り上がるかっていうトークテーマトーナメントっていうのが、うん、沼津の劇場で沼津の原が考えた企画なんやけど、うん、それめっちゃおもろくてさ、みんなが一個一個持ってきたトークテーマで喋んねんけど、原いい日そうわゲームメーカーやもんな、そうあいつコーナー考えるとうまいやんか、うん、そのトーナメントもめっちゃおもろくて、うん、俺が出したやつも結構盛り上がってんけど悪なかったんけど、何なんかな、うん昔から自分がなんかこれやってまうねんなっていう癖とかの話なんやけど、これやってまうねんな、俺が言うたのがトイレ行って居酒屋とかで例えば、うん、ほんならなんていう洋式のトイレで、うん、洋式のトイレでおしっこするやん、うん、でおしっこしていっててもう9割ぐらい出たな、あとちょっとやなって自分でわかるやん、おしっこの出る量って、うんうんうん、で今流すボタンを押したらおしっこがちょうどできたタイミングと水が流れ終わるタイミング一緒になるんちゃうかって試してまうへん、俺めっちゃこれやってまうねん、めっちゃわかる、わかるやろ、めっちゃわかる、酔うてる時でもその感覚が鈍ってるから全然流れ切った後もおしっこちょっと出てる、わかるわかる、でもう一回流さなあかんくなってもってエコじゃないから、わかる、やめなあかんねんけど、わかる、やってまうねん、それで言うとあれもわかるんちゃう、おっきい方してる時に、うん、もうこれ俺こうさトイレットペーパーでお尻拭くやん、うん、で一回拭いて、うん、でまた拭いて、うん、あもうこれもう次でついてないってもう分かってるから、うん、次拭いたところでつかへんって分かってるから、うん、ネタは上がっとると、もうアナルと30年以上付き合ってきてるから、まあ確かにアナル付き合い長いからな、そうもうこのままパンツ履くっていう拭いたとてつかんからってこと、そういやーそれやるかなちょっといきなりあんま共感できひんので飛び出したな、えちょっと共感したかったのにな、ある共感したやつ、えなんで共感するやつ他にってこと、今の違うか、みんなが出してくれたやつで、ね、あーって思ったのは、そう小便器、うん、もうほんま下世の話やで、うん、小便器で、うん、女の子分かりにくいかもしれんけど、うん、男性の小便器でやっぱこうピトって陰毛ついてたらそれ絶対おしっこで狙って下落としてます下落とすって下落とすめっちゃわかる、めっちゃわかるやろ、的みたいに思ってまうやん、あものすごい下手な話やでこれ、やけどやってまうやん、こう男のあるあるというかね、そうそうそう、わかるわ、こういうのはめっちゃ、あでもみんなやるよなってなって、うん、それでわーってなって、それで言ったらさ、うん、大きいのしたいなって家でなって、うん、でちょっと今トイレ行くもったいないしちょっと育ててから行こうと思って、あまた出すには早いってこと、そうそうそう、あなるほど、育ててから行こうと思って、うん、待って時間置いて、うん、ほんならそろそろ行こうかと思って、うん、もう多分育ったからって言って、うん、トイレ行って、うん、ズボンとパンツ下ろしたら、うん、もうパンツの上に、うん、大きいのが乗ってたっていう、あれどう、いやちょっと共感できひんな、ええじゃなくて1個目は絶対共感できるの出さんと、1個目からもうボケでいこうとして思ってるから、で1個目がボケやったからこれ2個目もボケやろうなっていうのはもう感じてたから、あこいつ共感できんやつ連続で出してくるつもりやなっていうのはもう1個目で分かったから、2個目聞いてる時地獄やったで、だからあこいつもうほらボケ言ってるやん、はいボケよ、ボケるよ、はいボケる、ボケるよ、はいボケたって万引き G メンみたいな気持ちやった、えこれもしかしてトークテーマが悪い、えもしかして俺のせいにしてる、マジで信じたくないけど、えトークテーマこれめっちゃ盛り上がったし、うん、芸人やったらなんかそういうの一個ずつぐらいあるんかなと思って、うん、ちょっとこの話出しちゃうけどな、あーでもこんなにさ俺、うん、うまくいかへんかったらさ、うん、トークテーマが悪いとしか思えへんかな、えお前ラビットとかでも見捨てたでめっちゃいろいろなんかめちゃくちゃわけわからんこと言ってたけど、全然失敗してるとこいっぱい見てるから、トークテーマがどうこうじゃないと思う、ラビットっておかんから長文の LINE が来たラビットそれやと思うわきっと、あの時のしかないテレビの構成を理解して企画取り組まんと、せっかく朝の情報番組出るって聞いて喜んでたのに、お母さん残念やったわって来た LINE の番組のことお前なそんな LINE おかんに打たすな、そのラビット、そのラビットやった絶対
大喜利みたいなノリになった時の山添の答え何やったっけな、わけわからんやつ、中村獅童みたいに言ったやつ、中村スコーンや、中村スコーンや、中村スコーン、誰が中村獅童に直結すんねん、中村スコーンさんがちょっと獅童みたいに言ってるやん、ちょでも分かってもらおうと思って、いやさっきのはちょっとでもトークテーマ悪かったな、いやトークテーマが悪い、あだからこれこれをだ、うん、あのトークテーマじゃなんかちょうだいよ、あじゃああれはあの女の子関係の話とか、ああそれええやん、せやろ、ああそれええとあるやん、さすがに折れないけど、ないんかい、ちょもうやめてまえよもう明日今日芸人今日付け今日付けやそんなもんなんやねんお前、あれ知ってる、何学天則の奥田さん、うん、大阪の、うん、俺めっちゃお世話になってんね大阪時代から今も、うん、でなめちゃくちゃこう一物がご立派やねん、あ奥田さんって、へえ、そうほんまに俺が聞いてる伝説で言うと、うん、銭湯行って、うん、湯船浸かろうとしたら、うん、先に一物が湯船に入って、うん、お湯が全部なくなったとか、うん、とか、うん、そうで誰かがライブの時に言ってたのが、うん、服屋さんに服買いに、ファミレスか、ファミレス入った時に奥田さん一人で、うん、2名様ですかって言われたらしいどういうことやろ、そのもう一個に立たずまいから、そう奥田さんは全力で否定させて、もうそれ外出てるし横におるやんみたいな一人の立たずまいじゃなかったよ兄さんからしたらでニット帽を買いに行ったら2つ出されたとか何だとかあんねん、一個こっちも寒そうとか、そう思われたが、お連れさん大丈夫なんですかって言って出てもうてるってこと、どういうなんかそういうニュアンスやな、でかすぎて、うん、立派すぎて2人で来たみたいに見えたっていう、そうフリーザの尻尾みたいになってんだよ、だフリーザの尻尾みたいになってる、完全体の時のフリーザ、そういうことやな、太さも十分、根元と同じ太さで全部やから、しかもフリーザ細なっていってるやろ根元のままの太さでいくから一番せやな、ほんでな、うん、その辺の話は噂で聞いて、うん、これほんまですかって奥田さんに言うっていう話してたの、その時ほんで奥田さんは全部ほとんど否定してて、いやそんなわけないやん、二、うん、人ですかって聞かれるわけないやん、それ外出てもうてるやんけとか、うん、ちゃうわ、ね、うパンツのあれ収まってるわみたいな否定してて、みっこ、うん、ほんまやって言うてくれたんが、うん、女の子とバックでやってる時に、うん、女の子がううって言って口から出そうって言ったらしいんやんか、後ろから疲れてて、もう巨大すぎて、もうそれぐらいのなんていうかな激しさ、もう後ろから入ってきて口から出そうなぐらいのでかさやって感じたらしい、貫かれそうってこと、貫かれそうってこと、ケバブになりそうってこと自分があの機械ね、機械ので、それを昔、うん、楽屋で喋ったことがあったやって、ほうその時に誰がおったかは分からんか忘れてもうたんけど、うん、奥田さん、うん、後日キムがその当時、うん、大阪でキャバクラのボーイでバイトしてて、うん、キャバ嬢の女の子に自分の話として喋ってたらしい、その話丸パクリしてたらしいしも丸パクリしちゃダメよそれは、しも丸っと言っちゃいました、あらこれは、え、なんでキムそれバレた、それほんまに回り回ってっぽい、他に多分芸人でボーイでバイトしとったやつもおったんかな、それかもうキャバ嬢から話が回り回って、うん、どう耳に入ったか分からへんだけど、うん、そのあその話がそう回り回ってた僕らさんの耳に入ってキムがパクってるらしいみたいな、でその話がそんなん言うていいの、何田口何が、なんであかんの、罪人や、あ芸人犯罪、もう時効もう時効、もう大昔やから、で奥田さんもこの事実知ってる、うん、キムを、うん、分かってる自分がやってもうたと、うん、でそれもキムも奥田さんに謝ってるから、うん、それもなっていうのもな、うん、奥田さんがなんかそういう噂を聞いたと、キムがなんかその話してるらしい、うん、うん、俺と同じエピソード、うん、あれこれパクってんちゃうか木村って奥田さんが思ってる時に、うん、そのタイミングでたまたま劇場でキムと会うたんやって、うん、奥田さんが、うんうん、その時にめちゃくちゃなんかめちゃくちゃ機嫌取ってきたらしい
だからその気分が。だから、あ、こいつ後ろめたい気持ちがあったからやっぱ。あ、こいつ俺の耳に入ってること気づいてるって思ったらしくて、そこで実感したい。そうそう、なんかここまでがセットでおもろくてさ、あ、面白い。いや、めっちゃ笑って、それかわいいよな。いや、かわいいね。だからそれも保険張ってるやん。先にちょっとこう、うん、奥田さんとは飲んで喧嘩とかしてる仲やったのに、うん、それのに、あ、奥田さんみたいな感じで、その日だけえらい仕立てに来るらしくてええなって思ったやん。いや、もう言いたいってなって思ったやん。え、キムはその一物の具合はどう？あ、キム一物結構立派らしいで、あんまり、あんまりしっかり見たことないけど、うん、あ、そうやな。でも奥田さんが、うん、ほんますごいから、奥田さんにこれ聞いた話なんやけどな、うん、若干ところどころちょっとうろ覚えからあれだけど、すっごいからマジサイズが、うん、まず、うん、普通に売ってるコンドームは痛いね、入らんくて。そんな経験マジでない。マジでないやん。ですごいやろ。ほんでどうしようってめっちゃ悩んでたんやって。でしっかり否認はしたいと、うん、なあ、エチケットやし大事なことやから、うん、どうしようと思って、うん、ドンキ行ったんやって、うん、ほんなら、うん、馬の絵描いてあるコンドームあったんやって。もういや、そういう人専用やん。ありがとうってなって、うん、馬こうてんて、うん、痛いねんて。え、ちょっと待ってって。馬まさり、馬まさり、場所、場所、場所です。渋、渋いやん。もうここでかっこええやん。ただちゃんと合うやつ欲しい、うん、もう一回ちゃんと探しに行ってんて。そのブランドとかをもう知っときたいよな、自分に合うブランド知っときたいやん、うん、でないかもしれん、あって欲しいって気持ちでやっぱ探しに行くやん、うんうん、次マンモスの絵描いてあったらしいで、まあ、のチンコがでかい動物かどうかは分からんけど、体格はもう絶対でかい、どっしりしてる、一番でかい。でちょっと痛い。嘘やろと。巨像超え、巨像です。何本分やねんって思うよ俺らからしたら。すっごい、終わりやと。海南ぐらい上昇やん。めっちゃ上昇やんじゃんほんまに、うん、もう無理やと思ってんて。マンモス以上ないやろ。だってなんかもう今生きてへん動物やねんから。そうやろ、うん、もうあかん、もうあかんと諦めかけたその時宇宙の絵描いたら宇宙の絵ってどういうこと？もういろんな星、木星みたいな、星みたいな使いだってぴったりやったらしいスペース級なんや。スペース級、マジでほんまに。奥田さんのチンコはコスモ、コスモです、ほんまに俺ほんますっげえと思ってその話あれはねたまらんかったな。あ、 いい話。いや、ちょっとこれはな、もう感動すら覚えるというかさ、超大作やろまさに。なあ、ドラマがあるやん。そんなん聞いたことない。俺ら馬でガバガバやで、そんなもん絶対。そらそうやろ。もうマンモスなんか寒いと思うで、ちょっと風入ってきて。そうか、宇宙なんかでかすぎんやもんな、俺らの一物に比べて。そういうことや、マンモスドームがそう、そういうこと、そういうこと、うん。いやもうほんま計り知れんなと。え、マジスペースコンドームってどれぐらいやろ。そう、はけ、足入んじゃん足なんかそうやな、うん、なんか一人キャンプぐらいだったらできんじゃん寝袋、寝袋やったらいけんじゃん。国までいけんじゃん。国までスポっていけんちゃうかなぐらいの。今週はここまでです。はい、聞いてくださって、聞いてくださってありがとうございました。ありがとうございました。この番組はさらば青春の光オフィシャル YouTube チャンネルをキーステーションにお送りしました。